はいどうも皆さんこんにちは。この先日は絶対定番化すると思っていたクラクラチャンネルのケイスケです。というわけで、早速ですね、今回紹介する先日がこちら、スケルトンの呪文。はい、というわけでまたまたですね、スケルトンの呪文でのアチャクイ処理、こちらをですね見ていこうかなと思います。おいおいケイスケ、くどいよと、ドズルさんのチャンネルにも動画載せて、でこの間も載せたばっかりじゃねえかよって思う方いらっしゃると思います。はい、そうですね、自分でも思います、くどいと思います。ただですね、やっぱりですね、こちらの先日ビビアンさんっていう方がビビアン式でね、やってたんですけれども、それがですね、スケルトンの呪文、この間のアップデートの強化によってもう定番化されて嬉しいなと、そう思っていたので、またまた動画にいたしました。このやり方、初めて動画にした時は、まあ視聴者の方で、もうこのやり方なんて本当一部の上手い人にしかできないだろうと、何やってんだ再生回数稼ぎに、このケイスケのクソ野郎って思ったかもしれませんが、やっぱりタウンホール級プレイヤーの間で徐々にですね、浸透しているなと思います。もう定番ですね。もう売れましたよ。なんかあれだな、このバンド、この芸人絶対売れると思ってたって言ってる人みたいですね。まあちなみにですね、メイプル超合金、よく仕事で一緒になってたんですけども、自分は絶対売れるなと思ってました。もう本当にね、売れましたね。もうみんな言ってたんですけども、こいつらは売れるって言ってましたが、本当に売れましたね。さあこんな風にですね、レイジスケルトンの呪文でアチャクイをしっかりと処理していって、で防衛施設を削っていくといった、いやもうこのやり方は本当最強ですよね。でちなみに話戻しますが、メイプル超合金の安藤夏さんですね、女性の方のおっぱいを不可抗力で触ったことがあります。本当にわざとじゃないですよ、本当にわざとじゃなくて不可抗力で触ったことがあります。さあそんな感じで、1本目のリプレイは全くですね、解説とか何もせずに終わりそうな感じでございます。というわけで、このやり方ですね、本当アチャクイの周りにスケルトンの呪文に対して攻撃するような施設がなければ、結構ですね、アチャクイ簡単に処理できたりできるので、よくわかんないんですけども、こんな風にですね、全開を取ることができます。というわけで、剣坊さん全開お見事でございます。そしたら続いては、ハイブリッドバージョンを見ていきましょう。クラちゃん内では、一応ですね、スケブリッドっていう名前で呼んだりしております。さあ今回はですね、ライキ・ジョーンズさんです。もうね、有名プレイヤーですよ、ライキ・ジョーンズさんの全開リプレイでございます。さあまずはですね、1時8時方向からゴレビズを出していって、しっかりとサイドカットを行っていきます。でここからですね、壁開けを行っていって、ここからですね、対空砲2本とあとエアスイーパー2つ狙います。そうするとかなり空パート楽になります。さあここからですね、追いビズを入れていきまして、ここからのレイジをかけまして、相手の援軍処理を行っていきます。そうですね、この先日やっぱりアチャクイ処理とかしなきゃいけないじゃないですか、普通のハイブリッドだったら。ただですね、ハイブリッド対策でアチャクイの周りにごちゃごちゃ置いてあったりとかすると、結構処理しづらかったりするんですが、アチャクイを気にしなくていいんですよね。本当に対空砲2つを狙っていくみたいな感じでございます。さあそしてですね、12時方向からラバルスタートさせていって、でラバハンドにしっかりとアチャクイがターゲットを取っているのを見て、レイジを落として、そしてスケルトンの呪文でこんな風に簡単に処理することができました。本当に強いですよね。で12時方向もやっぱりさっきみたいにですね、スケルトンに対して攻撃できるのが大砲ぐらいでしたね。他のウィズ島とかアチャ島、テスラとかはラバやバルーンにターゲットを取りますので、こんな風にですね、地上に対して攻撃できる施設がアチャクイの周りに少ない場合は、こんな風にしっかりと処理することができます。さあ見てください、ただいまラバハンド3体ともまだ弾けてないですね。めちゃくちゃ余裕のある全開となっております。いやすごいですね。普通ラバハンド弾けてなかったら、あ今やっといった弾けたんですけども、結構時間切れになりやすいんですが、こんな風に全開を取ってくださいました。お最後ドヤヒール打ちましたね、ライキ・ジョーンズさん、素晴らしい全開でございます。でさっきですね、ちょっと見えたと思いますが、スケルトンの呪文打った後ですね、配置によっては、あと場所によっては、防衛施設以外の施設ですね、それも削ってくれたりするので、意外とですね、時間切れ防止に役立ってくれたりもします。というわけで今回もスケルトンの呪文でのアチャクイ処理、こちらをお送りしていきました。本当にですね、もう定番化されつつあります、浸透してきておりますので、
タウンホール9プレイヤーの方はぜひともですねやってみてはいかがでしょうか。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。